こんばんは。沖縄タイムス編集局デジタル部の黒島美奈子です。今日は3月8日の国際女性デーを前に3人のゲストを迎え、オンラインイベント沖縄コロナ禍の女性は今痛みをつないでその先にを開催します。昨年から続く新型コロナウイルスの感染拡大は私たちの社会のありようを大きく変えてしまいました。感染を避けるための外出自粛やステイホームの呼びかけがありました。仲間たちとの飲食の機会も減るなど、外との交流のあり方の量やあり方が大きく変わったような感じがします。そんな社会の変化は沖縄の女性たちの生活にも影を落としています。タイムスの紙面やデジタル版ではこれまでコロナ禍の外出自粛などによる孤立でアルコール依存症が再発した女性や働きに行こうにも子どもの預け先がないという女性、コロナ禍で起きている大量解雇の事例などを紹介してきました。新型コロナウイルスは社会全体に影響を及ぼしていますが、特に女性たちへの影響は深刻だと言われています。こちらのグラフをご覧ください。警察庁の統計によると全国で見ると2020年の自殺者は2919人で、前年に比べて750人増えました。これを男女別で見ると男性は13943人ですが、11年連続で減少しているのに対して女性の自殺者は2020年増加しており6676人です。で、昨年よりも885人も増えています。同じように2020年は小中高校生の自殺者も過去最多の479人となっています。なぜコロナ禍の今苦しむ女性や子どもたちが増えているのでしょうか。全国的な問題ではありますが、国際女性デーを前に今日は主に沖縄の状況を見ながらゲストとともに考えていきたいと思います。ご覧の YouTube にはチャット機能がついていて、視聴者が意見を書いたり登壇者へ質問することができますのでよろしくお願いします。ではまず今日のゲストを紹介したいと思います。お一方は、琉球大学教授の上間陽子さんです。よろしくお願いします。で、教育学の専門家で沖縄で未成年の少女たちの支援や調査に携わっていらっしゃいます。こちらで出している裸足で逃げる沖縄の夜の街の少女たちの著者としてご存知の方も多いのではないでしょうか。で、最近は初のエッセイ集海をあげるを出版して反響を呼びました。で、先日はですね、なんと新しい言葉を編み出した文筆家が表彰されるノーバディ賞を受賞されました。裸足で逃げるなどの著書の中で沖縄の基地問題をはじめ貧困や暴力の中にいる若い女性たちについて表現したことが評価を受けました。で、さて上間さん、コロナ禍で女性や子どもたちの自殺が全国で増えているということなんですが、沖縄では自殺者が増えているという数字はまだ出てないんですけれども、全国で増えているという状況についてどんなふうに思われますか。ご紹介いただきありがとうございます。亡くなった方はどうして死んだのかっていうことをはっきり明言して死んでいくわけではないですよね。なのでそれはどうしてなのかっていうふうなところはわからないところもたくさんあります。ただ急激に増えてる、これは何かっていうときに、やっぱりこの経済の問題というのがあって、そして育児の問題、介護の問題、お家の中でのケアを女性たちがやらないといけないっていうふうな状況がですね、やっぱり影を落としているのではないかというふうには推測されるわけです。こういった形で見るときに、日本はジェンダーギャップ指数121位ですね。もう過去最低のランキングをまた更新してしまいました。これはやっぱり経済の問題、教育の問題、保険の問題、政治の問題っていろんな形でデータを取ってますけど、保険と教育はほぼ変わらない、軒並みそれは先進国と言ってもいいレベルなんですが、経済の問題と政治の問題っていうのは本当に低いんですね。主要7カ国内ではもう最下位です。で、そういうふうな状況というのが普段からあって、そこにコロナの問題が女性たちに追い打ちをかけてるって、こういうふうに見ていく必要はあると思っています。はい、上間さんありがとうございます。今日はよろしくお願いします。で、お二方目ですね、シングルマザーズフォーラム沖縄の代表
秋吉春子さんです。全国的なシングルマザーの組織を沖縄で立ち上げた方で、自らもこの写真にあるように娘さんを一人育て上げました。で、結婚せずに子どもを産んだ非婚家庭への家父控除適用をめぐってはですね、全国のシングルマザーの先頭に立って、国会議員を訴えるなど活発に活動されました。家父控除は昨年とうとうそれまでの不平等さが改善されることになりました。で、秋吉さん、今日は主にですね、沖縄のシングルマザーのお母さんたちがコロナでどのような状況に置かれているかを報告してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、こんばんは。よろしくお願いします。まずシングルマザーズフォーラム沖縄の、ちょっと団体の紹介を少しさせていただきたいと思います。私たちは、ひとり親と子どもたちが生き生き安心して暮らしている社会を作りますというふうな、モットーで活動をしています。活動は2004年に、シングルマザーの当事者らで、支援団体を、作りで活動しました。で、今第4日曜日に那覇市の若狭公民館の方でおしゃべり会といって、お母さんたちがお子さんを、隣の部屋の和室に子どもさんを預けて、で、専門の保育士さんたちに見ていただいて、その間お母さんたちが自分たちの話、自分のことだけを話するっていうような、そういう会を月1回設けています。で、今現在は4人のスタッフが、それぞれ仕事を持って子育てしながらとか介護、親の介護をしながら、ボランティアで全て活動を行っています。そうですよね。はい。で、今現在ですね、コロナのこの影響を受けて、メルマガの会員、メルマガ会員さんがもう増えてるんです。もう、はい、とても増えてまして、今もう550名になっています。はい。これまで の取り組みについて少し紹介お願いします。はい、そうですね。はい。私たち本当に数名がボランティアでやっているので、少しの労力でできるだけ大きな効果が上がるような活動をこれまでしてきました。で、どういうことかといいますと、主に議会への陳情活動とか政策提言です。で、要するに条例とかいろんなこう、法律もそうなんですけども、変わればより多くのお母さんたちがその恩恵を受けられるということで、そういった陳情活動が主に行ってきました。はい。実際にいくつか議会に、陳情したら改正されたということが、はい、結構たくさんあります、ね。はい。場所もこんな風に作っていらっしゃいますよね。はい、そうですね。お母さん向けのセミナーをやったり、支援者向けのセミナーを開催したり、いろいろやっています。コロナ禍でまたいろんな対策をされたということなんですけども、はい、少しご紹介いただけますか。そうですね。はい。去年の、はい、学校休校になった以降からですね、私たち今までこういう直接支援っていうんですか、お母さんたちに食料を届けたり、直接何かを手渡したりっていうことはほとんどやってこなかったんですけども、もう本当に SOS がたくさん入るようになって、それでもこれはもう食べるものがない、食べる子どもに食べさせるものがないっていうふうな SOS が入ったことから、もう急遽、食料食品の、支援に着手しました、はい。反響も大きかったというふうに伺ってますけど。はい、そうですね。お母さんたちが本当に助かったっていうことで、とても皆さんからはい、嬉しい、よかった、安心した、もうなんか見捨てられたと思ってたけれども、安心したっていうふうな声をたくさんいただきまして、で、それを励みに私たちもなんとかたくさんより多くの方に届けようというふうに頑張って、はい、わかりました。ありがとうございました。で、そして3人目は、一般社団法人ダイモンのファウンダー糸数敦子さんです。糸数さんは沖縄での女性のフットサル大会の立ち上げなどを通して女性のエンパワーメント事業に取り組んでいらっしゃいます。また現在はラジオのコメンテーターとしてもおなじみの方も多いのではないでしょうか。ラジオでは生活保護をはじめとする社会制度についての情報を必ず発信するようにしていると伺いました。糸数さん、昨年のコロナで、昨年からのコロナでですね、女性たちから寄せられる声で多くなったことなどはありますか。
られるようになった声ですか。女性に限ったことではないんですけど、私はラジオの番組の中で、2つすごく大事にして考えていつも選んでて、一つは実際に使う人を助けられるようなすぐ使える情報の発信と、もう一つは周りに手を差し伸べられる人を増やすっていう目的でやっていて、もともとダイモンという私の法人も誰もが誰かのセーフティーネットであり続けられる社会の実現っていうことを言ってるので、その人だけが助かったらいいとか、本当に困っている人だけではなくって、一人一人がそれぞれできることは何かをこう蓄積していくようなイメージでやっているんですね。それでラジオでは最近だと住居確保給付金とか、あと新型コロナウイルスの対策休業支援金なんかも給食要件の、緩和とか、適用範囲の、変更みたいなことがこの1年の中にも起こったりしていて、そういったことを適宜発信するようにしています。そうすると実際にリスナーさんから申請ができましたっていう報告が来たりするんですよね。すごい嬉しくて、この方が申請できましたって言ってくれると、その周りの方はじゃあ自分もやれるかもしれないって思ってくださるんで、そういう人増えてくれて嬉しいなってすごく思ってます。だから寄せられる声としては、助けてほしいって言えるようになった人も増えたかもしれないし、いやこれ使った方がいいよっていうふうに誰かをこう支えるような発信をする人も増えたんじゃないかなっていうふうなことを最近は思ってます。はい、ありがとうございました。皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、すいません、最初にこちらをご覧ください。で、これは緊急事態宣言中の、国際通りの写真です。沖縄県内では昨年8月に過去最多となる159人の感染者が確認されました。この時の感染者の多くが夜の街で発生したということもあり、夜の街の労働者を対象にした PCR 検査も行われました。こういうふうに並んで皆さん受けてらっしゃったんですね。で、逆にですね、夜の街にはたくさんの女性が働いているため、その結果としてその多くの女性が仕事を失ったりですとか、あとは逆にその何の保証もないまま働かせられたりというような不安な状況にたくさんの人が置かれることになりました。上間さんは著書の中でもそうなんですが、ずっとその夜の街で働く少女たちをと寄り添いを続けてらっしゃるんですけれども、コロナ禍でどのような影響がこの少女たちに、あったんでしょうか。特にキャバクラだとそうですね、二極化してるなっていう印象でした。地元のお客さんがいっぱい来るお店っていうところでは、お客さんが来ないので時短営業に強制的に切り替えられるっていうのがあって、10時に出勤して明け方5時6時まで働くつもりで働きに行ってるんだけど、客が全然来ないのでもう今日は閉めますと、ということで2時に閉めるとかですね。そしたら時間給でお金が出てるので、もちろんもらうお金が少なくなるわけです。で、そういうことが横行しているなということがありました。で、もう一つは客が来てるお店も実はあったんですよね。で、それは東京の方が閉じていて、観光客なんかが来ていてですね。で、相変わらず店はずっと開いてる。だけれども対策はほとんどやっていないし、万が一そこで感染をしたとしても保証の話はないっていう状況で働いているっていうことなどがありました。どっちにしてもだから非常に怖い状態になってしまったと思います。お金がなくなってしまうので生活が成り立たない。で、お金はあるんだけれども感染した場合の見通しが立たない。で、シングルマザーで働いている方も多いので、そうなってくると子どものケアをどうするのか、預け先をどうするのかっていう問題がですね、一気に近づいてしまったなと思います。それ以外にも未払いのケースですね、独自のルールを勝手に課せられてどうしたらいいかっていう相談なんかもありました。1万7000円くらい出るっていう働き方をしてるんだけれども、5000円単位で払うことにしたって店側の方から勝手に連絡があって、持っていくお金が1万円とか5000円とか、
そういう形の働き方になっていったっていうこともあります。で、仕事明けの中でもう一つ起きていたのが、ずっと働いていくとポイントが換算されていて時間あたりのお金が高くなるって、そういう給与体系になっていくんですね。でも久しぶりにこう仕事に出てくるとポイントが全部チャラになっていて、で働き始めの頃のような給与でしか働けないとか、まあ、そういう問題もありました。で一番厳しかったのはお店によっては寮を持っていて、まあ、マンスリーだったりとかですね、そういうのを持っていて、そこで暮らすことができるっていうことなんかがあるんですが、お店が閉まってしまったのでそこに入れなくなったとかですね、あるいは恋人から逃げるためにお店のマンスリーに入ろうと思っていたんだけれども、突然マンスリーに住むのはお金がすごく高いお金がかかりますというふうに言われて、結果的に逃げられなくなってしまったりとか、そういう問題もありました。なるほど。なんか夜の街で、まあ、これはその夜の街で働いている女性に限ったことではないかもしれないんですけども、困難な状況がさらに困難になったというような状況はあったということなんですね。でまた飲食店でもその感染が増えたことからサービス業などもその軒並み影響を受けてます。まあ、この写真を見ていただきたいんですけども、まあ、国際通り一つ撮ってもこんなふうに、まあ、右の写真は、まあ、2019年ですね。で左がその明けて2020年ということで、こんなに大きく変わりました。で、お土産店やそのホテル業などですね、多くのサービス業で多くの女性たちが働いてるんですが、その処遇もその早くから心配されてました。秋吉さん、サービス業をはじめとする非正規雇用ではですね、シングルマザーの女性たちが多く働いてると思われるんですけども、はい、まあ、どんなような影響があったのかっていうのを教えてください。はい、そうですね、私たち、その先ほど言ったように食料の支援を去年から始めたんですけれども、去年の11月にコシヒカリを、これは100世帯ぐらいにお配り、そうですね、120世帯にお配りした時のアンケート調査の、データです。で、まあ、メルマガ会員さんを通して会員さんに対するアンケートなんですけども、まず住まいについて、家族の構成について聞いてます。自分以外の大人が住んでいるか、自分と子どもだけで住んでいるかというふうな、割合なんですけども、まあ、母子のみの世帯というのが 84% ということで、ほとんどが母子のみの世帯ということでした。で、これ平成30年に沖縄県も、一人親の調査をしていまして、その時のデータは、母子のみの世帯が 62.3% ということでしたので、私たちにつながったこの時期の、シングルマザーの方っていうのは、やはり母子のみで暮らしている方っていう方が多かった、うん、困窮している世帯はその母子のみの世帯が多いということですね。それは、はい、間違いないですね。はい、こちらはその児童扶養手当をについて聞いた質問ですね。はい、はいはい、そうですね、児童扶養手当を受給している全額支給か、一部支給、まあ、受けてないというデータなんですけども、これも、沖縄県のデータとはほぼ一緒でした。でも国はですね、国のデータだと73% ぐらいなので、それと比べるとやはり所得が低いシングルマザーがやはり沖縄県も多いので、うん、児童扶養手当を受給している割合も多い、うん、で、はい、で全部支給を受けているっていうのが、まあ、62っていうことなんですけども、これはもう国のデータだともう多分4割ぐらいだったので、もうすごく大きな開きがありますね。そうですね、沖縄は、まあ、全体的に所得が低いということはあるんですけども、はいはい、そのシングルマザーになるとさらにまた低くなるというような状況が分かってますね。で、2月以降、まあ、これはコロナ禍での影響なんですけども、はい、この時の調査ではどんなような状況でしたか。はい、仕事について、収入変化ですね、すみません。はい、そうですね、収入の変化は、
収入が減ったって方がまあ7割ぐらいで、失業したって方がまあ、これ 8.4% ということで、変化がないが2割ということで、これはですね、これは11月、去年の11月の調査でしたけど、その前に4月から5月の間に、これこの時は65人だったんですけども、アンケート調査を同じ問いでアンケートを調査してまして、その時とほぼこの割合は変わっていません。ここは生活変化の経済状況について聞いてますよね。はい、はい、そうですね。これはとても深刻な状況だなっていうふうに感じました。電気、ガス、水道、家賃の滞納があったっていう方が2割。はい。で、自分や子どものための費用が払えなかったっていう方が、まあ、これ 10%、9.2% っていうことで、この両方があったっていう方が、はい、21% ということで、はい、まあ、はい、っていう形で、とても深刻な状況が、もう本当にお金がないという状況です。そうですよね。まあ、そのために、まあ、国も県も市町村もいろんなその支援策を、はい、相次いで打ってきたと思うんですけど、はい、それはその、はい、のシングルマザーに届いてたんでしょうかね。そうですね、国がですね、8月の現況届の段階で、臨時特別給付金っていうのを、基本的には1世帯5万円で、2人目の子どもから、プラス3万円っていうのを、児童扶養手当を受給している、6月時点で受給している世帯に向けて給付金を出しました。で、今回ですね、収入が減ったっていう方、児童扶養手当を受給 していない、例えば所得が、オーバーしているとかでしていない方でも、2月以降に1月でも、1000円でも減収していれば出すというふうな運用をしました。で、あと年金ですね、障害年金とか遺族年金もらっている方に対しても、この児童扶養手当の所得以下であればということで、現金給付をしました。で、これもすみません、で、12月にもね、もう一度追加で行っています。ただその支援策を、はい、知らない方もこの調査の中ではだいぶ多かったっていう状況が分かってますよね。そうですね、届いてない方は、はい、います。で、あと役所にやはり行きづらいっていうことで、問い合わせができない、自分が対象者であるかどうかっていうのをこう不安に思いながらも誰にも聞くことができないっていう方がメールとかで問い合わせがあって、で、私たちからこれはあなたは絶対対象なので必ず役所に行ってくださいっていうことで、で、実際に行って受給できた方もいらっしゃいます。はい、実はその沖縄タイムスがこのほど実施したコロナに関する県民意識調査でも同じようなその女性たちの苦しい声がたくさん寄せられていました。アンケートは特定の質問に答えてもらう形で、まあ、それは紙面で紹介したんですけれども、まあ、紙面で紹介しきれなかった自由記述の回答の欄にですね、こういうような声が寄せられていますので紹介したいと思います。これは全部女性たちの声なんですが、まず生活苦についてですね、50代の女性です。支払いなどができなくなり、借金が増え、生活が立ち行かない状況になっている。別の50代の女性です。で、現金収入が減り、それを補填することもできないため、またそれがいつまで続くか目処が立たないことも含め不安です。コロナに家族がかかった場合どう動けばいいのか不安があります。で、30代女性です。とにかく金銭的に厳しくなった。自粛を要請するのならば保証してほしい。協力するにもできない。で、別の30代女性です。うつを患い、現在無職。この状況下で求人は激減しており、再就職できるか不安。また、障害年金のみでは生活が苦しいが、親族もコロナの影響で生活に余裕はなく、支援を受けづらい。また友人と会う機会も激減し、うつの症状も悪化してしまったという声ですね。で、声に関しては孤立や孤独に関する意見もたくさん寄せられました。40代の女性です。人とコミュニケーションを取っていけない世の中になり、家にこもりがちになるため精神的につらい。病気で入院中の父の顔も見れない。いつまで続くのかわからない状況がつらいです。
50代女性です。遠隔地にいる家族に会えない、家族に会うことは不要不急なのか、生きることの意味は何なのか、40代女性です。一人暮らしは孤独です。孤独に耐えられず人に会うと罪のような気持ちになります。家族がいる人は当たり前に人に触れ合えて会話ができ、助け合えて協力もできて、独り身は人に会うことが許されず、孤独でパートナーを探したくても出会う場も罪になり、別居の親の介護があるのでなおさら友人に会うのも躊躇してしまいます。そういう日々を過ごした1年です。孤独は辛いです。孤独には誰も支援してくれない世の中です。もっと大変な人がいる、耐えようと言い聞かせて過ごしていますというような声です。糸数さんは女性の孤立について特に心配していらっしゃるということでした。で、昨年8月にタイムスの記者と協力して夜の街で働く人たちに支援策を伝えるための記事を発信していましたね。こちらです。この記事の背景、少し教えていただければと思いますけど。はい、そうですね、緊急事態宣言の発令によってこう営業自粛を余儀なくされてしまって、夜を主軸にお仕事をされていた方々が収入が減ってしまうと。とはいえ今まで夜で働いていたので、お昼 の、その仕事に転職するっていうのもなかなか難しかったりする中で、どういうふうに過ごされているのかが全くわからない中、相談だけはなんか来るし、しんどいらしいっていうことは聞こえてくる。でもこれをどう伝えていけばいいんだろうかっていうことで、沖縄タイムズさんの記者でもあるようなはさとこさんと一緒にどうやったら伝えられるのか、何が必要かっていうことを考えていこう、届けられるような記事をこう書いてみようよっていうことで、この記事を出してもらいました。ここでは夜の世界で働くキャストのみんなへということで、もちろん適用するその制度自体はたくさんあるんですけど、まず3つに絞ろうっていうふうに決めて、1つがその10万円の特別定額給付金は届いているのかどうかっていうことで、2つ目が、住居確保給付金っていうふうに、自分の今住んでいる住まいをどうにかこう安定させておこうっていうお金ですね。で、3つ目にいろんなこのコロナ禍で、応急処置ではないんですけど、救急の的な食料支援であったりとか、そういったことは知られてるんですけど、明日困るものにも食べるものにも困ってるような生活をしているのであれば、やはり生活保護の利用を考えてほしい。で、生活保護ってとりわけその誤解も多くって、なかなかこう相談に行くっていうことも難しいような制度なので、どういうふうに行けば、どこの窓口に行けばいいのかっていうことを必ず書こうって言って3つに絞って発信しました。これは見出しがね、すごく、特徴的で、ちょっと新聞の見出しであまりないような感じなんですけども、この夜の世界で働くキャストのみんなへっていう、こういう見出しにはどういうような思いを込めたんですか？そうですね、さっきも制度とか知らない人が多いっていう話があって、役所に行きづらいっていう話もあったんですけど、こうメディアに出てくるようなこの閑散とした中で働いた方たちって、かわいそうな人みたいな形にされていて、その人たちが何も調べてないようなものではないんじゃないかってすごく思ってて、彼らもすごくしんどい状況の中で自分は何ができるんだろうかって探してるけれども、慣れないその書類の仕事だったり、私たちだってあれめんどくさいなって思うし、そういうその書類作業とか、あと、風俗だっていうことで、あなたは受ける権利ないですよなんていうような眼差しも常々こう受けているわけですよね。そんな中で自分がこう助けを求めていいのだろうかって感じてるんじゃないか。だったらそのたくさんの制度を、これもあるよあれもあるよ、知ってるんだったらできるよねっていうような対応じゃない方法を何か取れないかっていうふうにして、お手紙っていうような形に実はなったんですよね。その受け取れる方法があるよっていうのをとても伝えたかったです。ありがとうございます。孤立に関してはですね、政府もその2月25日に外出自粛の影響などで深刻化する孤独や孤立を防ぐために首相官邸で緊急集会を開催しました。
で菅首相は社会全体で手を差し伸べていくことがより必要になっているというふうに話しまして、まあ、日本としては多分初めてだと思うんですけども孤独や孤立っていうことに関して社会が何かこう支援しようというような今機運にはなっているのかなという気がします。まあ、ただやったこともないということでですね、まあ、今後その新たな取り組みというのはどんなふうに始まるのかっていうのがちょっと懸念されるんですけども、今日はその点についてですね、実はある女性に話を伺ってきました。沖縄在住の女性です。で小学生の時に家族から性暴力を受けた経験があり、そのコロナ禍で全国で女性や子どもの自殺者が増えているという今の現状を聞いてですね、まあ、どうして自殺者が増えているのかっていうことについて、まあ、彼女はその理由の一端が分かるような気がするというふうにお話ししてくれました。まあ、女性はその自分の経験からですね、沖縄でも、まあ、沖縄はまだ自殺者の数っていうのは増えているということではないんですけども、まあ、一歩手前で苦しんでいる人がいるんじゃないかということをお話ししていました。で女性のお話を紹介したいと思います。プライバシーを守るために声を変えていますのでご容赦ください。よろしくお願いします。ですね、ご自身がその家族から、暴力を受けた経験からコロナ禍 そのステイホームや外出自粛の影響でですね、家族からの暴力から逃げられなくなっているその女性や子どもがいるんじゃないかということで心配されていたんですね。でこうした家族の中にその閉じ込められるということっていうのは、まあ、特に幼い子どもさんにとって、まあ、もちろん女性もそうなんですけども、なかなかその SOS を発信することができないということも繰り返し強調されてました。こちらの話をもう一度お願いします。まあ、沖縄でもその自殺者数という形ではないんですけれども、虐待、児童虐待という観点から見るとですね、既に深刻な影響が出ているというふうに言えると思います。で上間さん、そのお話を、この女性の話を伺ってですね、どんなふうに思いますか。まずすごいなと思って聞いていました。自分の体験をこうやって話せるということもすごいと思いますし、何よりもですね、すごい暴力の中で生き延びてくれて、それが本当にありがたいと思います。で今この方がおっしゃってたのは、自分のことだけではなくて他の子にもこういうことが起きてるんじゃないかっていう、そういう分析ですよね。当事者しか気づかない視点で今起きていること、水面下で起きていることはこういうことなんだというふうなことをですね、他の方々のためにおっしゃっていただいたこと、それにまず感銘を受けます。でおそらく今日のこの放送を聞いている方の中にもたくさん被害を受けて誰にも話せないでここまで来たっていう方もいらっしゃいると思います。今相談連絡先一つ出ていますが、沖縄子ども未来ネットワーク、これは今とても活発に活動されています。妊娠したかなっていうことがどうなのかわからない、でも検査薬を買うっていうのはまた
若い女の子にとってはとてもハードルが高いんですよね。これは電話をするとその支援員の方が駆けつけてくれて一緒に検査薬を買ってそして調べてくれます。料金もかからないんですね。で、そして妊娠していなかったら、あ、今回は妊娠していませんでしたと。で、妊娠していたらじゃあ今後どうするかっていうふうなことをですね、寄り添い型伴走型支援で作られている団体です。で、こういったところにですねまず連絡するというふうなことも皆さんの周りに困っている方いると思うので気づいた方が教えてあげられるといいなと思います。で、今出てるのは沖縄県性暴力被害者のワンストップ支援センターの案内ですよね。性暴力を受けた方が警察で調書を取られ、で、あるいは病院で事情を聞かれ、で、そしてそれを訴えるってなった時に司法の現場でっていろんな形で何度も何度も聞かれて、それ自体が非常に大きな傷つきを生んでいくっていうふうなことがあります。でもこのワンストップはですねそういう形ではなくて医療も警察も司法も一体になってどうやってこの暴力というふうなことを聞き取り、そして体のケア心のケアをやっていくのかというふうなことで動いているものです。ぜひですね本人が電話をかけるのはとても怖いですっていうのは例えばですねお家の中で暴力が起きている場合そのかけた痕跡っていうのを見られたら一体どこに電話をしたんだっていうふうなことで咎められてしまうってこともあるわけですね。なぜここにかけたのか、家族がここにもう一度電話をして、そして妊娠したかもしれないって言えてるのかとかですね、性暴力のとこにかけてるぞっていうふうなことで家族内にもしかしたら加害者がいるみたいな状況とかですね、あるいは付き合っている恋人が加害者であるっていうふうなことの場合非常にハードルが高いんですね、うん、なので当事者の方が電話をするっていうふうなのはとても難しいんです。で、周りの方が相談を受けた時に自分の携帯電話からかけられるよとかですね一緒にここに連絡できるよっていうふうな形で支えてあげるっていうふうなことはとても有効な方法になると思います、うん、そういった形でその本人が頑張るっていうことではなくてですねぜひ周りの方も一緒になってどうやったら連絡が取れるのかっていうふうなことを考えていくっていうことが大事だと思います。上間さん相談しやすい状況を作るっていうところで、フランスの方で、ちょっと面白い取り組みがあるっていうようなことを、以前その上間さんからお伺いしたんですけども、ちょっと紹介していただけますか。そうですね、ちょっとフランスの話に行く前に日本の状況というか調査の話をしたいと思います。今若年出産の、10代でママになった子たちのインタビューをしているんですけどそれやってみてもともとその調査は10代のママの話を聞くっていう調査だったんですね。特に学校体験にどういう中断があるのかっていうところが焦点だったんです。でも蓋を開けてみると彼女たちが風俗業界にデビューしているのが中学生の時だったり未成年の時だったりということが分かりました。で、あるいはですね性暴力の話こういった話も実はたくさんありまして今余命の方が実際に被害を受けたっていう話をしています。で、この4人の中の3名の方は大人に実は話してるんですね。話してるんです。話しているんだけれどもそれがなぜ急いで支援につながらなかったかというとですね家族内で起きている性暴力の話というのはまず親自身話した大人自身が傷つきます。だから否認してしまうんですね。なかったっていう扱いにされてしまう。で、あるいは友達に話す。で、こういうふうなことがあったら友達が信頼できる大人につながっている場合はできますけど相手も子供なのでこの重みに耐えられなくなって周りにばらしてしまったりするんですね。で、こういった形で子供たちが大人とつながっていない
その当人がつながっていないだけではなくって、周りの子が全体的に丸ごと大人を信用していないっていう状態が作られてしまっているということで、問題が非常に発覚しづらいなというふうに思います。でもう一つなんですが、学校の教師がその相談を受けているというか、学校の教師がキャッチしたケースもあるんですね。で通常であれば、子どものそばにいる大人というのは性暴力あるいは暴力、こういったものがあったらどうしないといけないかっていうのは分かってないといけないはずです。ただこの方の場合はあろうことか教師に叱責されました。家族の中でこんなことがあるはずはないっていうことですよね。そういった家族の中で暴力が起こりづらいっていうふうなことをあらかじめ大人が持っているがためにですね、とんでもない暴力が見過ごされていて、それでも生き抜いてくださったので私たちは話を聞くことはできるんですが、これをできるだけ早い段階でキャッチしていく、そういうふうな力を私たちはつけないといけないと思います。でそういう時にですね、大人がやりがちなことっていうのがやっぱりあって、指導してしまうんですよね。大人は長く生きています。長く生きているので自分なりの予想とか自分なりの考え方の癖とかそういうものを持ってるんですね。でも子どもの話は初めて聞く話もおそらくたくさんあると思います。でそういう時に指導するとか私が教えるってことじゃなくて、あなたのことをもっと教えてもらいたい、知りたい、聞かせてほしいっていうふうな形になった時にですね、初めて話せるかもしれないっていう、そういう土俵が現れてくると思います。コロナの前も重要だったと思います。でもコロナが起きて今家庭の中に容易に子どもたちが閉じ込められてしまう中だからこそ、より一層考えていかないといけない点だと思います、うん、その子どもたちの声を聞きに行くっていう点で、さっきちょっと触れたそのフランスでの取り組みがあるというふうに伺ったんですけれども、うん、そうですね、今ちょっとフォートナイトの映像を準備してもらっているので、それを皆さんに見てもらいたいと思いますが、フランスではロックダウンが起きました。で子どもたちが女性たちが家の中に閉じ込められるというふうなことがありました。でその期間が終わって6月になって、これは公表されたものなんですが、フォートナイトというオンラインゲームですね、対戦バトル型対戦ゲームの中で、その中にあるキャラクターが出てきて、そのキャラクターがオンラインでゲームをしている子どもたちに語りかけます。暴力が起きてないか、あなたは今助けを求めてないか、それどういうことかというと、外に出れない、そして助けを求めようにも電話をかけられない、でもゲームだけはできる、そういう子たちがゲームをしているふりをしながら外に向かって助けを求められるっていう、そういう装置なんですね。それが開発されました。子どもたちがこのキャラクターの背後にじゃあ誰がいるのかっていうところなんですが、アンファンブルーという市民団体がいます。かなりフランス全土的に活躍している団体で、YouTube なんか見てもですね出てくる団体なんですが、ちょっとこのゲームというのがどういうものなのかっていうこととか、開発者がどういう意図で作ったのかっていうあたりのことを皆さんにも見てもらいたいと思います、はい。ここでですね、その今上間さんが紹介してくださった世界的なゲームフォートナイトを使ったその子どもたちの SOS を救う取り組みについての動画を紹介します。でこれはブリュットジャパンというフランスのメディアの日本支局が公開している動画なんですが、同社の了解を得て、ご紹介します。録画などはご遠慮ください。ではよろしくお願いします。はい、ゲームのキャラクターがその子どもたちに語りかけるというかなり配慮された取り組みだったと思います。こういうその取り組みがそのフランスでなされるっていう背景に、ちょっと日本と違うどんな、私たちとの社会と違うどんなようなその前提があったのかと、家族の中についてのですね、そのあたりちょっと上間さん教えていただきたいんですけれども。
まずこういうキャラクターが発明されるっていう、あのそういう技術的なすごさっていうふうなことがありますよね。あの子どもたちの世界の方に大人の方が接近していく、なんかそれをまずあの考えられているっていうことですね。でそしてもう一つが加害者と今一緒にいるっていう状況を想定できてるかっていうことだと思います。あの家族の中に加害者がいる、これはあの例えば女性問題をやってる方だったり児童の虐待の保護をやってる方だったり、そういう支援系の方にとってみれば非常に起こり得る事態なんですね、うん、でも日本では性役割分業も強い、男の人は何をして女の人は何をしてっていうふうなことも強い、そしてもう一つ家族というものはすごく良いものだというふうな神話があります。あの実際に家族の中っていうのはケアも行いますし、そこで人も育っていきますし、そこで人を看取ってもいくので、いろんな意味であのいろんなものがある空間なんですね。であのそれはとても良いものにもなっていくし、容易に暴力というのをはらみやすくなる、あの人が接近するというふうなことは両方の意味合いがあります。どちらにしてもその家族の中でいろんな問題が起こり、かつ隠されていくっていうふうな認識があるかどうかっていうのがポイントになると思います。であの日本では子どもを育てる、あるいは若者を育てるってそういう制度がほとんどありません。あのなぜかというと親が子どもを学校に行かせて、親のお金で教育費を払って、そして教育費を払い終わったら即座に子どもは就職する、そういうふうなことが日本のスタンダードとは長く思われてきました。だからそこにあの社会的なシステムとしてユースワークを入れていくっていうふうなことをやらなかったわけですね。でもあのご存知のように子どもが大人になるっていうのは長期化していますし、学校を出たらすぐ就職できるなんていう状況は今ありません。でそういった中で家族があればなんとかなるんじゃないか、あるいは家族はいいものなんじゃないかっていうふうなことでですね、あの子どもたちの問題、若者たちの問題っていうふうなことが問題化しづらい、あのそういう状況があると思います。あの家族の中の危うさっていうふうなことをですね、どれだけそれぞれが認識を深めて、そして制度的なところに練り上げていくのかっていうふうなことが今後日本でとても大事なことになってくると思います。まあ、糸数さんは多分今日これ初めてご覧になられたと思うんですけども、うん、まあ、感想をもしあればお願いします。そうですね、あのうちもスマブラにキャラとか入れようかなと思ってみて、あのダイモンピンクぐらいの気持ちで、あとは動物の森大門島でも作るかなって今思いながら見てました。あの私たちもその遊びとかスポーツとかっていう風に、あの遅延とか血縁以外の場所にそのネットワークを作っていくことがその人をサポートする余白になるんじゃないかという風な活動をしているので、あのすごくいいあの取り組みだなって思って見ていました。ただなんかね、一方で悪い大人も同じ手法を使うんだよなっていうのもすごく思っていて、あのそこでやっぱりなんかこうデジタルではないんだけど地続きになっている活動として、子どもの居場所とかはこの休校中にあのすごくアウトリーチをずっとやってたんですよね。アウトリーチはあの家庭訪問みたいなことですよね。彼らがその、まあ、委託授業ではあるからその行かないでくれって言われていても、やっぱり気になる子どもたちのところには連絡をすごい丁寧にし続けて、彼らはどういうふうに過ごしているんだろうっていうふうにあのずっとあの活動されていたので、あやっぱりそういうふうに地場を作ってきた団体すごいなっていうふうにいろんなことを考えて見てました。なんかこの団体はその多分そうなんですけど、悪用を防ぐためにあの結局ロックダウンの最中はやってるってことを言わないで、ロックダウンが終わってから一応公表はされたということですが、確かにその通りですよね。そのあの同じような手法をあの悪い人が使ってやるっていうことも十分考えられますし、で日本の中で、まあ、沖縄の中でどういう手法ができるのかっていうのをそのつながり方ですね、やっぱ考えていかないといけないなって思いました。秋吉さんはいろいろやらないといけないってことですよね、うん、多分ね。だから
子どもの世界に接近すれば全てそこが突破口になるっていうわけじゃなくて、子どもたちが LINE を使うからといって LINE を使って悪いことをしようとする人も当然いるわけだし、なんかそこでどういうネットワークで子どもたちを本当に救っていくか、私たちが守っていくのかっていうふうなことと同時にですね、やっぱり行政という本当に公共性を持ったど真ん中のところがですね、どう動くのかっていうことは不可欠だと思います。どうぞですね。秋吉さん、どんなふうな感想を持たれました？はい、すごくチャイルドファーストの視点で取り組んでるなっていうのを一番感じました。子どもの安全が第一という視点で大人がいろいろアイデアを出して作ったなっていうことですね。で、上間さんがおっしゃったように、家や家族が子どもを守るんじゃなくって、やはり国や制度が子どもをこう育てていくっていうふうな、そういう視点がやはりあって、もうはい、日本でもやってもらいたいなと思いました。で、私たちシングルマザーのお母さんたち の, アンケート調査でも自由記述欄のところで、学校が、ね、休校になったことがやはり一番こうみんなダメージを受けてて、次またいつ休校になったらどうしようっていうことをとても恐れていらっしゃるんですよ。で、子どもとやっぱり家でね、閉じ込められてっていうか、仕事も時間が短くなったりで家にいることが多くなって、やはりとても行き詰まる思い でついつい声を上げてしまうとか、やっぱりそういうお母さんたち自身もとても苦しい、生活も苦しい、仕事もいろんなことの不安の中でやはり子どもと一緒に過ごさないといけないっていうところで、なのでちょっと、さっきの動画を見て私たちもなんかシングルマザーの中でなんか素敵なコミュニティが作れないかなっていうふうにちょっと思いました。タイムスの新聞記事でも今ちょっとスライドで、見せてるんですけども、これは母子ともにやっぱり閉じ込められてるっていうようなケースが紹介されました。でなかなか一人ではないんですけども、子どもと一緒に家という密室の中に閉じ込められて、孤立になってしまうっていうような状況が紹介されました。で先ほどですね、声を紹介した沖縄の女性なんですけども、ご自身の辛い体験をですね、元にですね、小学生の頃には家族からその暴力を受けていることを、どうしても言えなかったっていうことだったんですが、このゲームの話を聞いてですね、こういうゲームがあったら、もしかしたらその打ち明けていたのかもしれないなというようなこともお話しされていました。でその女性はですね、今回自身の経験を踏まえて、今まさにコロナで、孤立している女性や子どもたちに、女性や子どもだけじゃなく、孤立しているすべての人にですね、こんなメッセージを残してくれました。こちらをご覧ください。どうですかね、コロナ禍ではその感染が拡大すると、どうしてもですね、緊急事態宣言などその外出自粛などが必要になってきていて、外に出づらい雰囲気っていうのはもう出てきます。だからなおさらですね、もともと
言いづらいという状況、困っている状況を抱えている人っていうのは外にそれを出しにくいっていう状況ができてしまうと思うんですね。で、まあ、こういうような時にその本当にそのしんどいその人たちをこう守るために、まあ、政府は、まあ、ようやくその孤立孤独とかをこうテーマにしたことをやろうとはしてますけども、まあ、社会今あるその、資源とかそういうことも使ってですね、社会っていうのはどんなふうにあるべきなのか、まあ、どういうような施策が、まあ、これから必要なのかっていうことについて、上間さんお話伺えればと思っています。まずともかく保護施設絶対閉じないっていうことですよね。日本シェルター協会だったかな、すぐ声明出してます。閉じないでほしい、ともかく開けといてほしいっていうふうなことですね。逃げ場確保しててほしいというふうなことをいち早く出されました。で、沖縄に即して考えると、なんかシェルターとかのネットワークが必要かなっていうふうにも思いますね、うん、どこが今どれぐらいの余地があって、どんな子を見れそうなのかっていうふうなことをですね、支援者同士の横のつながりっていうんですか、相互チェックみたいなことができるような状態にして、そこの中でやっていくっていうふうなことも、うん、不可欠だと思います。まあ、民間のシェルターをその沖縄でもありますけれども、まあ、個々に頑張っていらっしゃいますけれども、なかなか横の連携っていうのは難しいような感じがしますね。これやっぱり行政がどうなんでしょう、温度取ったりとかした方がいいんですかね。行政の温度取りも大事だと思いますし、老舗のやっぱりシェルターだったりというのがあります。そういったところとかですね、よく横の関係を見えていて、で、実態が分かる人たち、ジャッジできる人たち、もう少し言うと入っている子たちのケースワークができるような方々がいるようなところが中心になって、うん、連絡協議会などを作っていくっていうことも今後沖縄は必要だと思います、うん、はい、ありがとうございます。コロナ禍では、まあ、いろんなその民間 の, その支援みたいなことが次々出てきました、まあ、その一つが食料支援だと思うんですけども、まあ、シングルマザーズフォーラムの方でも食料支援はされてたということなんですが、もこの反響というか、なんか課題みたいなのもありますか。そうですね、やってもやっても追いつかないです。私たちもボランティア 3,4 名で、もう本当にできる限りのことをやって、それでも100人とか160人とかそういった世帯、160世帯にとかに3回4回お米を届けたり、お米券を郵送したりとか、そういうふうな支援をしていますけど、沖縄県3万世帯ぐらいシングルマザーがいて、で、まあ、弱ですねほどいて、でさっき言ったみたいに児童扶養手当85%、8割以上ってなったら、本当にほとんどの世帯がもうアップアップなんですよ。なので、私たちがそんな、私たちとかいろんな今ね地域で食料支援やってますけど、そんな本当に1000とか2000でも足りないぐらいだと思います、うんうん、なので追いつかないです。だからやっぱり限界があるということをやっぱり皆さん知ってほしいし、 そうでなければ一体何をしないといけないのかっていうところにもみんなが考えてほしいなと思います。そうですね、はい、糸風さん、なんかこの件について SNS で発信したというふうに伺ってますけれども。よくやってますやってますよこれは、はい、私は最初の方でも言ったんですけど、やっぱり明日食べるものにも困っているような状態はすぐに、まあ、生活困窮者自立支援の制度につながるとか、もう生活保護につながっている必要があるレベルだと思うんですよ。もうこれね、もう怒られちゃうかもしれないんですけど、もう相対的貧困率がとか言ってる場合じゃないじゃないですか。もう絶対的に貧しい状態になってるのを何を放置してんだと思っていて、で、食料支援のその記事もいっぱいありますけど、あまりこうその論点には触れていなくって、で、その彼ら彼女たちが受け取っている様子をたくさんのメディアの人たちが写真撮ってる様子なんていうのを報道で使うなんてありえないですよね。だからあんまりこう
食料支援をそのほのぼの見せるっていうのは、あのタイムスだったらしましまプラスでやってくださいよあのそれぞれ地域の人たちの助け合いみたいなことはすごい微笑ましいことだし、それぞれの活動は悪いことじゃないんだけど、それだけじゃ全然足りないし、そういうの煽ってる論調っていうのはやっぱり意味がないですよね。ただ食料支援をその煽るプロパガンダしても意味ないでしょっていうふうにまあいつも思ってます。その食料を支援するだけでは本来 の, その支援ではないんじゃないかというような課題の提案だったと思うんですけども、うん、上山さんはどんなふうに感じられますか？本当そうだなと思って聞いてて、あの東京なんかではこの間自己責任論がすごい流行ったんですよね。あのコロナになってこんな大変な状況なのに貯金もしてないのにどういうことだみたいなね。でもさっきから の, あのタイムスさんのデータであったり、秋吉さんが出してくださったデータであったりっていうのを見れば、貯金なんてもうできないような生活が普段から常態化していて、そこにコロナ問題がかぶさってきたっていうのが現状だと思います。だからまず自己責任みたいなこと言ってもどうしようもない生活をしてる、させられてるっていう状況がまずある。でそれから比べると沖縄は共助っていうのがいっぱいあるように見えますよね。それ自体は本当にあの微笑ましいというか大事なことだとは思います。でも共助っていうのを強くしてるのも自助っていうのを強くしてるのも、結局公助っていうことが何をしないといけないのかっていう問題が前景化しないっていう問題を生んでると思うんですね。欲しいのはお米じゃないですよ。お金がなくて困ってるんです。学校が次休校になったら本当にどうしていいかわからないですね。そういう苦しみというふうなことがそこにあるのに、その大元の問題っていうところに焦点を当てるっていうことをしなくてはこの問題は解決できません。あのみんなでなんとか助け合おうっていうふうなことの行く先にですね、こんなクソみたいな政治の中で私たち生かされていて本当これでいいのかっていう話が出てこないといけないと思います。10万円の給付金も当初は出し渋っていました。だけど出ました。足りないですね。あのもっと出せっていうふうなことをですね言っていかないといけないと思います。あのこのグラフ、今スライド出してるやつ見せていただきたいんですが、まあ、コロナ解雇って呼ばれるものの、まあ、数字なんですけども、全国と沖縄の状況を出してるんですけども、もうこんだけの人がそのコロナによって、仕事を失い、あるいはその失わざるを得ないような状況になっている中で、やっぱり先ほど来お話ししているように、そのお米と、まあ、食料を支援するだけでは、まあ、とても足りないということだと思うんですね。でそのやっぱり新聞の中、まあ、メディアも含めてですね、まあ、そこだけがあのこうクローズアップされると、もう大事な本来 の, その支援の在り方を見失ってしまうんじゃないかっていうことがあったかと思います。あの政治の中でも、まあ、国会の中でもですね、あの、まあ、とにかく生活保護につなげたらいいんじゃないかっていうやり取りがあって、でそれもあの深まるかと思ったんですけども、なかなかその生活保護をこう下に見てるとか上に見てるとかそういう話の中でなくなってしまったような状況が あったんですけども、生活保護になかなかつながれない理由って何だと思いますか、戸和さん。あ、これはいくつかの誤解があるので、その、水際作戦と言われているようなところで、申請をさせてもらえないような状況っていうのはもちろんあります。あのもちろんあの車はその申請段階では本当は所持しててもいいんですけど、あの実際受給するとなった時に資産と認められると、これをどうしましょうかっていう相談が始まったりとかするんですが、もう車持ってたらダメだろうとかっていうところで、まあ、もちろんあの控えてしまう方もいらっしゃいますし、あとはあのやはり最近こう少しは緩和されてきたんですけど、扶養照会ですね、家族とか親にその連絡が行ってしまうような状況っていうのをすごい避けたいっ
っていう気持ちもある、うん、これは先ほどから家族の中があんまり安全じゃないっていうことともすごくつながる話なんですけど、今そういった状況に関して声を上げてくださってる人たちがいて、全国的にも要件の緩和につながってるっていう状況はあると思います。ただあとやっぱり受けにくいっていう気持ちは絶対にあるから、受けてもいいんだみたいなことをもう少しつながっていきたいな、伝えていきたいなっていうふうには思いますね、うん、そのシングルマザーの状況でいうと、はい、どういうような状況ありますかね。あ、そうですね、さっき、このコロナ禍においてやっぱ国が車を持ってても、うん、生活保護を受けれるようにしましょうということで、うんうん、今ちょっとそういう運用に今変わってきてるので、うん、その辺をちょっとやっぱり周りの方も知ってもらって、大変な家庭にちょっとやっぱりアドバイスしてほしいなっていうふうに思います、うん、で私たちいろいろ相談を受けてて、赤ちゃんのミルクがないとかもう本当にそういった声あるんですけど、やはり生活保護に結びつけるのって本当難しいです、うん、本当に一時期のバッシングがすごく影響を受けているのかもしれないんですけど、基本的に就労収入がもう200万切ってる沖縄でほとんど生活保護以下なんですよ、うん、なのにやはり生活保護だけは絶対受けたくないっていうお母さんの声がとても多くて、そのためにああでもないこうでもないっていろんなこうアプローチをやって何とか支えようとしてるんですけども、本当はやはり生活保護をバッと受けて、うん、で一人のお母さんって本当に就労頑張って働こうっていう方、うん、特に沖縄はもう9割以上就労してます、シングルマザー、もうこれ世界でもトップレベルなんですけども、うん、なので一時的に生活保護を受けてちょっと自分の体調を整えたり生活をちょっとその中で立て直ししてで就労しながら少しずつ就労を増やしていってっていうことで一つのこうなんて言うんでしょう、ためを作るために生活保護を利用するっていうそういうか仕方をやはりちょっと周りの人もみんなが知ってもらって、で生活保護はそういう使い方もできるんだっていうことをやっぱり知ってもらって次のステップに進むために大事な本当に制度だと思います。本当ですよね、はい、本来自立支援施策の一つなんですよね、うん、生活保護っていうのはですね、これがどうしてそういうふうなマイナスイメージになるのかっていうのがすごくわからないんですけども、うん、上間さんはどんなふうに感じられます？なんか今の話と関連するんですけど、労働政策研究所の方が出している NHK と一緒に調査しているのが12月に出ました。でそれどういう属性なのかっていうふうなことで分けて見てるんですね。単身の女性であったりとか共働きの女性であったりとかシングルマザーであったりって見てますけど、単身の女性とシングルマザーの自殺を考えたっていう率がやっぱり高いんですよね、うん、でうつ病の診断が出たっていう人も多いです。要するにもう精神的に追い詰められてギリギリの状態で診断も出ていて自殺も考えてるっていう、なんかそういう状態の中で働いている生きているっていうふうなことは健康じゃない。だからやっぱりそこは立て直していくっていうふうな形でですねやっていくってとても大事だと思います。で生活保護の申請って一人で行くと無気味の状態で行くと厳しいですよね。だから同行者がいるっていうのがとても大事です。同行されてそれで書類のさまざまなものを付き合っていく。で今までの生活史っていうことも聞かれていて窓口の方によってはですね本当に丁寧に聞いてくださってよく頑張ってきたねっていう方もいらっしゃいますが、そのような出会い方でない場合も残念ながらありますよね。でもそこに誰か人がいてこの方を応援している人がいっぱいいるんだっていうふうなことがなってくると行政の方も踏ん張って頑張っていただけるので、うん、ぜひそこでですねそばに一緒に行って申請する。でそれで行政の方にも
もう今こそこれは行政の力が必要ですというふうなことでですね、お願いして道を開いていく、うん、みんなで生き延びていく方法を探さないといけない時期に来ていると思います、うん、コロナまだまだ続きそうですし、まあ、新しい施策っていうのは、まあ、必要なのはこれは論を待たないと思うんですけども、今ある、まあ、先ほど来言ってるその生活保護など今ある施策でも十分その届けることができれば救う手立てはあるっていう今皆さんのお話だったと思うんですよね。で他になんかこうもうちょっとこうしたらいいんじゃないかなっていうようなこととかもありますか。住居確保給付金が3月末だよね。はい、また再更新も再申請もできるように今なってますから、うん、一度申請した方でも住居確保給付金また再申請もできるようになってるんで、すぐ 困りそうな、うん、予測が立った段階で相談に行ってください。そうですね、あとそうですね、これもいいんじゃないかっていうとちょっと離れちゃうんですけど、まあ、多様な制度を使ってくださいっていうだけじゃなくて、あとは今支える人をもう少し支えないといけないと思っていて、やっぱり子どももそうなんですけど、もちろん窓口の人もそうですよね。委託事業の非正規であるっていう場合がすごく多くて、このリスク化の中でしんどい層をすごく丁寧にサポートしているのは現場の彼らなんですけど、彼らのその負担を増やすような施策ばっか、さっきの食料支援みたいなのも子どもの居場所には持ってくるけど、そっから行く人はボランティアで配ってるんですよ。だからその自分たちの事業以外の負担がめちゃくちゃ増えてて、本当に彼らのサポートをしないといけないのにすごい労力ばっかり増やされちゃってるんですよね。だから現場の人たちやもちろんその窓口の方々がもう少し増員されるとか、しっかりその給料が上がるとか、いろんなことで支えていかない限りはもうこう一時的なものではなかなか難しいんじゃないかなと思ってます。なんかシングルマザーズフォーラムもね、ボランティアでこれまでやったことのないような直接的な支援をされて すごく大変だっていう話、さっき少しだけお伺いしましたけども、はいはい、いや本当にボランティアでここまでやるかって思うぐらい、はい、やっています。スタッフもみんなもう本当に土日もないですし、はい、やっぱりもうちょっとしっかりしてくれよ行政みたいなその実際やっぱり届けるっていうね、本当に持っていくっていうところで多くの何ていうか控除っていうんですかね、はい、そういうのがこう届かないとやっぱり難しいのかなって、どんな施策があってもですね、届ける人がいないと難しいのかなっていうふうに思いました。まあ、皆さん今日はどうもありがとうございました。一旦ここで、締めたいと思うんですけども、ここで視聴者からいくつか質問や意見が来ているようですので、ご紹介させていただきます。まず先ほど の生活保護の、議論にも関わるんですが、生活保護を受けるとデメリットが目立つというのが沖縄なら結構あるんじゃないですかという点と、あと宮城さんからですね、社会的孤立がさらに生きづらさにつながっているのですね、決して自己責任論で片付けてはならないと思いますというご意見です。あと、他の方から、糸数さんの発言ナイス、明日の生活に困っている人がいると知れば、食料支援の発想になりがちだけど、食料支援をすることで素晴らしい活動として報道で報じるよりも、生活保護を進めることが大事ですよね。生活保護を受けやすい社会になってほしいですね。もう一点、沖縄は貧困の積み重ねがあるので改善しようにも追いつかないですね。貸し付けでも生活保護でもない安定的な給付金が必要ですよね。まずじゃあその生活保護についてやっぱりたくさんどうして、まあ、ちょっと繰り返しになってしまうかもしれないんですけども、どうしてこんなにこう受けづらい状況が、まあ、沖縄の中にあると思いますか。どなたか。いやもうこれすいません、ちょっと先に喋らせてください。
もうどうしてって問うてる暇はないので、うん、受けてって言い続けないとダメなんですよ、こういう場で、うん、大変ですよねっていうの簡単だけど、いやもう受けてくださいです。あのそれに、デメリットも確かにあるって思い込まされるじゃないですか、こういうのありますよねとか大変ですよねとか言うと、あ大変な部分もあるのかな、いやいやそんなんじゃなくて、生活困ってるんだったら一緒に行くからいい子をって言える人が増えないと、あの誰も受けなくなるから、こういう場ではもう受けてって言うしかないかなって思うし、あの生活保護ってそのすぐに切り上げることももちろんできるんですよ。だから自分が生活整ったなっていう段階で、じゃあ今回も終わりますって言っちゃえばいいので、それは短期間でも全然大丈夫ですよって伝えるのもすごい行きやすくなるかなって思ってます。はい、ありがとうございます。あの沖縄のその貧困の積み重ねがあって、まあ、あの貸し付けでも生活、まあ、例えばあの生活保護みたいなのでも難しい場合では給付金が必要じゃないかっていうような意見もありましたけども、その沖縄の貧困の積み重ねとその、まあ、シングルマザーのその生活の状況とかって、まあ、この間あの秋代さんからお話伺った中で、その元のその収入があのもともと少ないので、そこに手当を重ねていってもなかなかこう達さないっていうあのお話があったと思うんですけども、少し、はい、はい、そうですね、もう手当を含めても200万円をちょっと超えるぐらいしか収入がない状況です。なので根本的には就労収入を上げるって言っても、沖縄県最低賃金やっぱり最低のもう800円満たないようなところなので、本当に難しい就労の問題、本当に大変で、これはもう本当にシングルマザーの問題ではないです、はい、長時間労働すでにしていますし、就労9割以上働いてますし、帰宅時間も全国と比べてやっぱり遅いです、うん、でダブルワークトリプルワーク掛け持ち率も全国の2倍近くありますし、とにかく働いてます、めちゃくちゃワーキングプアなんですよ、うん、なので一つはですね、やはりユニバーサルな支援って言って、学校にかかる費用はもう所得に関係なく、みんな子どもたちで一律無料ですよ。例えば給食費を全員所得に関係なく、無料にするとか、本当にあと学校、さっきねアンケートでも2月以降のコロナの生活変化のところで、自分や子どもための費用が払えなかったっていうところで、まあ、トップは食費だったんですけども、高納金がやっぱり多いんですよ。だからやはりみんな義務教育無料だって無償だって言っても、月々学校に払うお金って皆さんはい、ご存知だと思いますけど、結構数千円毎月毎月徴収されたりしますよね。やはり本当に無償にしないといけないと思います、はい、なんか元々の社会の在り方とか制度とかがそのこのコロナ禍にあって、はい、そのさらにそのあり方の課題が際立ったっていうような、はい、そのだからシングルマザーのもともとあった課題が、うん、そのコロナ禍でもうさらに際立ったっていうようなのがあるのかなっていうふうな気がします。はい、そうです。貯蓄してる人貯蓄ゼロの人、貯金ゼロが5割です、沖縄は。なのでもうすでにコロナ前ですよ、平成30年度の調査でこの数字なんですけど、コロナ前にすでにもうアップアップの状態なんですよ、うん、その日本当にその日暮らしとはちょっと言い方悪いかもしれないけど、本当にそういう状況の中でこのコロナの影響でもう本当にこう突き落とされた、崖から突き落とされたっていうふうな、はい、状況で本当に不安いっぱい抱えながら、なんとかなんとかこう歯を食いしばって頑張ってるっていうふうな状況が本当にアンケートからも見えてきました、うん、これまでその、まあ、自己責任として、うん、まあ、放置されてきたようなことが結局は本来はその社会で支援しなくといけないようなことがその自己責任論で放置されてきた、その社会の課題が今コロナの中で
すごく明確に出てきたのかなというような気がしますけれども、上間さんはもうずっとそのまあ自己責任論とは別なところで本当に寄り添い支援するということをあの少女たちにやってきたわけなんですけど、そんな中からこう見えてきた本当のその寄り添い支援ってどういうことだというふうに思える？まず沖縄はそんなに自己責任でもないっていうのがスタートじゃないかなと思っていて、っていうのはあの厳しい層ほど親家って言いますけど親族関係のトラブル抱えているっていうのとか多いんですね。であの共同体のしがらみも残存している、家族の中で檻のように重なっている問題もある、むしろあの個人としてしっかりそこから出ていくっていう風な状況は作られてないっていうのがスタートだと思うんです。でなのでそれはあのいい見方をすればあのユイマールのようにも見えてしまう、すごいトラブルも起こりながらも介護をしてるとかですね、子供を誰かが見てるっていう風な状況があればそれはみんなで見てるかのようにも見えますよね。でもそういうふうに見ながら実は檻のように不満だったりとかいろんなトラブルは重なってるみたいなことだってあると思うんです。あの個人が個人としてまだ摘出されていないっていう状況とかがむしろ先にある。であの沖縄で個人として生ききられる層なんてあの豊かな層だと思います。学校に依拠してあの地域空間移動もできて、でそういう人たちがあの個人として生きてるかもしれないんですけど、大体の層はしがらみの中でしか生きていないっていうのがあって、でその中であの厳しい問題が出てきた時に、まあ、厳しさは一緒なのであの困ってるだろう、だから助けないといけないだろうというふうな話にはなる。でもその困ってるだろう、助けないといけないだろうっていうのがあの生活レベルのことでしか結局あの想像されていないっていう問題だと思うんですね。あの食料が届けられるということをあの行政がやってしまった時にもおかしいと思わないっていうんですか、あのそういうふうなまず問題はあると思うんです。であのただあのなんていうんですかね、困ってている人をこうどうにかしていきたいっていう時にあの個別具体性をとても大事にしながら助けるっていうことはでもやっぱり重要だと思うんです。あの共助なんですけど、でもその時にあなたのお家のこの状況だからあのこれをあげたいとか、あなたをとても大事だと私は思ってるからこういうふうに助けたいとかですね、あのそういう助け方というんですかね、あのネットワークの中で個人が摘出されるっていうふうなことはとても大事なことだと思っていて、あの助けていくときにはそれを考えないといけないと思います。あのかけがえのないあなたを見ていますっていうことですよね。あのこの間あの食料支援の悪口ばっかり出てきてしまってちょっとあれなんですけど、あの車がない子もいっぱいいるのであの代わりに取ってきてあげるみたいなことをしたんですけど、そういう時にですね、なんか本当にあのこんなのもらっても困るよなとか、これ食べたくないよな多分みたいなものをもらってしまうってことも残念ながらあったんですね。であのそういう時に大事にされてるようにやっぱり人は思わないですよね。余ったものをもらってるっていう気持ちになってしまうと応援しているつもりがあの奈落の底に落としてしまうっていうことはあるわけです。だからそこで本当にこれは食べたいかとか、本当にこれは嬉しいのかとか、自分だったらあのこれをもらった時にわーい幸せと思えるのかっていうそこをやっぱりあの考えながら進めていかないといけないと思います。でそういう形で作った関係であるのならば行政の窓口ってやっぱりとってもハードル高いです。あの日本も難しいねって私あの行政に同行した時にあの言われたことがあって、あの彼女は日本人です。でも彼女の使ってる言葉、丸い言葉からすると行政は四角い言葉を喋るんですよね。だからそういう言葉を彼女は日本語っていう言い方をしたなと思います。そこにあの一緒に行ってくれる人がいて、
普段からあなたのことが大事だと思ってるっていうようなことがあれば、あのそこは突破口になっていく、生きていくための突破口になっていくと思います、はい、ありがとうございました。なんか今日この視聴してくださった方200人超えてるということで、多分支援者になりうるかもしれない、もちろん当事者の方もいらっしゃるかもしれない、ですので、最後に一言ずつ、もう今日このイベントを通してもぜひお伝えしたいことがあれば、糸数さんから一言ずつお願いできればと思います。よろしくお願いします。はい、そうですね、そんなに見てくださってるんですね、すごいな、ありがとうございます。はい、言いたいことは多分大事なことはお二人が言ってくれると思うんですけど、実は私も食料支援で言えば毎年1回必ず大きいイベントの中で食料支援フードドライブやってて、でたくさんの人が協力してくれるっていうのはすごいありがたいなって思っていて、8年ぐらいフードバンクを沖縄セカンドハーベストさんに協力してもらって食料の配布のところをやってるんですけど、そういう安全安心で頼れる団体っていうのは絶対あるから、そこを使って支援をしたい人、すぐにできることあるからやってほしいのと、支える人を支えるっていう意味でね、やっぱりやってほしいなって思ってるのと、なんだろうな、やっぱり支援をしていく、しんどい人を支援するっていう時にマンパワーがかかるんだっていう当たり前のことをすごい分かってもらいたいなって思います。はい、何ですかね、こうまとめてくださいって言われると言いにくいな。はい、また思いついたら言います。、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ秋吉さんお願いします。はい、そうですね、シングルマザーはなんかしんどいのが当たり前、頑張って当たり前っていう風な社会のやっぱり視線があるので、なんかそういう視線で見られるとやっぱりお母さんたち助けてとかしんどいってもう言えなくなる、頑張って当たり前って思われると。なのでやはりそういう意味ではちょっとやはり優しい温かい目でやっぱり社会が一人を見てくれたらいいなっていうふうに思います。ちょっとありきたりのことなんですけど、ありがとうございました、はいはい、そういう感じで、はい。じゃあ最後に上間さんお願いします。プロをただ働きさせないっていうのは絶対に大事ですよね。ものすごい能力のある人たちを私たちは無駄遣いしてますよ。こういうことやめないといけないと思います。でもう一つはこういうの聞いたら善良な方はですね、寄付しなきゃいけないとかね、自分がいけないから誰かに寄付しなきゃって思うんですね。ありがたいです。ただ寄付したら行く先を見届けてください。本当にちゃんと使われてるのか、子供に届いてるのか、これは本当に沖縄の貧困の解消になっているのか、そういったことをですね、責任を持ってやっていくってことが大事だと思います。はい、皆さん今日はどうもありがとうございました。この動画はですね、沖縄タイムスの公式 YouTube チャンネルでアーカイブとしていつでも視聴できるようにいたします。まあ、ただ生配信の内容についてですね、一部、動画配信できないのもあり、編集が必要なので、3月12日をめどに編集後の動画を再度アップすることになると思います。それまではしばらくお待ちください。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。